やっていいですか。皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。かわいい。あ、かわいい。エレブーの人形ですね。はい。というわけで、ただいまから、スーパーフォーミュラービギナーズトークショーをこちらのオフィシャルステージでは開始してまいりたいと思います。ありがとうございます。ちょっとね、今めっちゃドキドキしてんの。どうしたんですか、さっきからなんか遠くの方を見つめてしまうわけですよ、はい、なぜかっていうと、なぜでしょう。今から、はい、本田さんのとこでドライバーアピアレンスがありまして、はい、あ、ドライバーさん来るんですね。そうなんですよ。でしかもこっち向いてるんだよね。はいはいはい、ね、じゃあちょっと掛け声でもね、後で送りましょうか。そうね、はい、応援をね、ね、応援をね、送りましょう、はい、ちょっと高い位からね、送りたいと思います、はい、でもね、パドックに行かなくてもこのイベント広場でも選手に会えるっていうのはすごいいい機会ですよね。ぜひね、初めてサーキットに来たよっていう方はこの機会にね、あのドライバーさんにね、ちょっとね、会ってみてください。ではちょっと早速、ドキドキしてない、そうですね。それではちょっと早速、一緒にステージを盛り上げてくれる、横浜プロモーショナルモデルズの皆さんをお呼びしたいと思います。拍手でお迎えください。選手と一緒に登場しちゃったよ、このタイミング。あ、やばい、同時登場しちゃいました。ほら、マジ同タイミングだよ、これ。ドライバーさんと一緒に登場です。はい、ではちょっと、せっかくなんで自己紹介をお願いします。そうね、はい、はい、横浜プロモーショナルモデルズのランちゃんこと松田蘭です。ランちゃん、アホが怖いよ、はい、横浜プロモーショナルモデルズの中ポンこと成村中です。中ポン、はい、この後せっかくなんであちらでドライバー紹介あるんで、はい、あっちもちょっと名前呼びます。いや、ちょっと、はい、福住選手、福住のんびり選手、負けない。だって本当に待って、塚越選手、塚越選手、本当に待って、もう冷や汗かいてきた。中田選手、パロー選手、はい、ということでちょっとね、こちらのイベント広場ごと盛り上がっていきましょう。そうですね、はい、すいません、私事ながら、はい、私ホンダにとても近いところで仕事をしております、はい、そうですね、すごい幸せを感じております。そうですよね、はい、今リアさんは一切あの関わってない、私の勝手な、はい、勝手なあれでございます、はい、では、早速、はい、ビギナーズトークショーを始めていきたいと思います。ではちょっとせっかく、はい、椅子あるんで座ってみましょう。今日もちょっとピンクの、あのセクシーな照明で、はい、セクシーリア先生として、はい、よろしくお願いします。はい、何言うかも分かんなかったちょっと先生、質問出してくださいね。はい、ちょっともう忘れて頑張りましょう。はい、昨日はね、ちょっとあのなんだっけ、予選の後で緩い感じで進めてきたんですが、はい、今日の決勝はちょっと真面目にと思ったんですけど、今日もちょっとゆるくいこうかな。はい、おお、ちょっとじゃあまったりトークショーでお届けしていきましょう、はい、女子的な感じなんですが、まあでもこの話題はね、女子的にはあんまり実はしたくない。え、なんでしょう。私はしたくない。え、特に私はしたくありません、はい、話題。どういった話題なんでしょうか。年齢の問題でございます。年齢か。今年のだってドライバーさん幅広いですもんね。そうなんですよ、まあ、スーパーフォーミュラ今年は19ドライバー、はい、参戦してますが、本当にいろいろルーキーもいたり、もう最年長じゃないか、まあ、ドライバーが、ね、はい、いたりとか、本当まちまちで、ドライバーさんの平均年齢とかって計算してみたんですよ、はい、と結構意外なことが分かったりとかしたので、ちょっとそこを問題にしていきたいかななんて思ってます。はい、お願いします。まずですが、ちなみに、はい、このドライバースーパーフォーミュラ参戦ドライバーって平均年齢っていくつぐらいだと思いますか。上と下は知ってるので、その間を取って、27とか。みんなは2人は24。若いね、結構若いね若いね。え、でもそうですね、8で。おー、結構多いったね。え、何歳ですか。スーパーフォーミュラー結構体力を使うカテゴリーではあるので、まあ若い選手も目立つんですが、平均年齢、みかちゃんが近い。お、みかちゃんも近いし、中ポンも近いかな。27.45歳。あー、あ、いた、まさかの点を刻んでくるとは。まさかの、はい、で、ちなみにトヨタ勢とホンダ勢どっちの方が若い。トヨタ。トヨタ
少ないね。でもなんかみんな若く見えるよね。はい、まあ特に今あの今だってね、あちらで多分トークショーしてる人たちみんなほぼ20代、結構若いですよね。そうですね、まあですが、実は平均年齢にするとトヨタのドライバーさんの方が全然年上です。おー、29.45歳。確かに20代後半から30代の方もね、ベテランの人たちはね、もうそうだね、その辺ですもんね。で、それに対するホンダ勢は平均年齢25歳。若っ、若いですね。若っ、若っ、確かに結構ルーキーとかも多いから。そうだ、ルーキーが多いと若い子が多い。そうですね、はい、若い子が多い気がします。ちなみにじゃあ味方さっき一番上と下を知ってるんで、はい、一番上は私が一番応援している石浦選手、38かな。あ、そうです、38歳。1981年生まれ、最年長。はい、一番下が20、あれ19、18、20、20歳。20歳の選手がいます。20歳の選手分かりますか？20歳っぽい選手。20歳、いや違うんだな、うお、あれ外国、あ外国人だっけ。そう、ちょっと待って、なんか2000年生まれの、2000年はね、それはね、途中でね、あ、ミレニアム選手だったら違うわ。あ、そうだ、途中で変わった。そう、シャルパンティエ選手が最初ね、いたんですけど、18でしたっけ。でもね、近い近い、なんかついこの間じゃない、生まれたのと思って。あ、パトちゃん、パトちゃんだ。ピッパー。友達みたいに言っちゃった。パトリショワード選手ね。そうです、あの15号車で参戦してるパトリショワード選手が1999年の20歳。わー、若い。若いよ。若い。ついこの間だよ、これ生まれた。はい。そうですね。まあまあまあ、そんな最年長、はい、最年少のコンビなんかがいるんですが、ここで問題です。はい。ちょうど終わられました。まあいろんなチーム、あ、皆さん、あのドライバーさん終わったんで頑張れって、頑張れって、本当の皆さん頑張れって、頑張れって、あと決勝だから頑張れって。まあいろんなチームいますが、はい、まあ2大体制のチームいますよね、結構ありますよね、はい、その2大体制のチーム内が同い年のチームが実は1チームだけあります。そこはさてどこのチームでしょう、そしていくつでしょうか。はい、じゃあ中本、またこの音中島レーシング。おー、正解です。すごい。ちなみにピンポンピンポンピンポン、なんちゃんいくつぐらいだと思う。牧野選手とアレックス・パロー選手ですね。さっきパローちゃん、パロー選手いましたね。いくつくらいだろう、29。怒られるよそれ。 29? 牧野選手、パロー選手、29に見えるって。マジマジ、さっき言ったよ、パロー2人が一緒なんだけど、いくつコンビでしょ。やばいよ、彼女の目には彼らたちは29歳に9に見えるということで。待って、私いくつに見えるか聞きたくないんだけど。23。近い、え、違う、近い、24。あの上に見がちね、上に見がち。まあね、確かに2人ともなんかね、貫禄あるもんね、なんかちょっと妙に落ち着いてね。そう、2人とも実はルーキーではあるんですけれど、ルーキーらしからぬ、あ、そうだ、分かった、ルーキーらしからぬ活躍をしてるから上に見えちゃうんだよね。そうだよね。2人とも実は22歳です。同い年の選手だから応援してあげてね。はい、1997年生まれ。はい、そうです。おお、22歳、同い年です。はい、牧野選手とアレックス・パロー選手も1997年生まれので、2人とも同じような経歴というかカテゴリーに参戦していて、うん、本当に仲がいいというか、本当一緒なんですよ。2人とも全日本 F3 で活躍を見せ、その後ユーロ F3 でも活躍をして、うんうんうん、今現在スーパーフォーミュラーで活躍をしているという、同じ経歴、同い年。なんかそういうのってちょっとやっぱ意識したりとかしない？いや、します、します。勝手にそういうちょっとした共通点があると、うん、なんか応援したくなったりしますよね。あ、あ、じゃあこれを機に、ね、はい、そうします。そう絶対思ってないです。
まあまあまあ、はい、というわけで、同い年コンビは TCS 中島レーシングのアレックス・パロー選手と牧野選手でした、うんうん、で、まあ若手で現役最年長を、ちなみに現役最年長はさっき美香ちゃんが言ってくれた石浦選手なんですが、年長最終優勝をしているのは今このサーキットにいる関係者の中で一番は誰でしょう。一番年上で最後に優勝したことがある人。若くて優勝してるんじゃなくて、ドライバーさん以外とかで、もうこのサーキットの中ですよね。はい、いる関係者の中で一番。わかんないですよ。お客さんで紛れてるかもしれないけど。そうそうです。スーパーフォーミュラーでね。関係者ってことですね。フォーミュラーのレースで出場していて。まあ、この関係者の中で一番年上で最後に優勝したことがある人。年上で最後にですか。とりあえず、まあ、走ってた人を挙げていったら当たるかな。レジェンドだよ、レジェンド。ある意味のレジェンド。誰か教えてるでしょ、今ランちゃんに。誰でしょう。14。え、なんて数字、数字じゃないよ。数字じゃなくて人だよ。人誰でしょう。え、じゃあ、あ、でも最終優勝、はい、最終優勝が最年長の人、一番じゃあ最近で優勝した最年長ってことですか。うん、一番 年が上で優勝してる人、最後に優勝したのが一番、はい、はい、若い時に優勝するのってほら体力あるからあれじゃないですか、うん、でもちょっとほら上行って年、あ、結構行ってるのにあそこで優勝しちゃうのみたいな。これね、でもスーパーフォーミュラーのガイドブック、ハンドブックを読み込んでればわかるわけなんですよ。もう、はい、はい、じゃあ星野監督。おー、ピンポーン、やったー。読んでた、読んでた、ちゃんと読んでた。いや、なんかでも、はい、やっぱり読んでたよね。読んでたよね。すごいあのボロボロになるくらいもうハンドブックなんで。そうだよね、しっかりしてたよね。さすが、いただきました、はい。はい、あのスーパーフォーミュラーのハンドブックっていうのがあの多分今はもう配ってんのかな、配ってないのか、たまにね配ってます。あ、確かあります、はいはい、あれに載ってるんですけれど、はい、年長最終優勝1位は、当たりです。中ポンの言ってた星野監督が48歳ですごい、はい、48歳で優勝を飾っている。で、元山さんかなって思ったけどと思うじゃないですか、はいはいはい、ただ去年その2番手の記録が塗り替えられました。おお、それは今現役で走ってる選手です。石浦さん、そう、おお、頑張る、さすがです。そう、去年の、ラウンド5で石浦選手が、2番手にいた元山監督、36歳で優勝した元山監督の記録を塗り替えて、うん、去年37歳で優勝しているので、石浦選手2番手です、はい、なんかこのまま現役をずっと続けていただいて48歳を超えれば一番上になる。49まで走ってもらわないといけないわけですね。 それでさらに優勝してもらわないといけないわけですね。そう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 、長いな。まだでも乗れますからきっと。そう、今日も、ね、乗りたい乗りたいって、はい、もうこのあれ岡山なんか石浦選手得意だって。岡山ね得意で、その今もどん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 茂木あたりからチームの調子もねいいみたいなんで期待したいところなんですけどね。じゃあこのままね石浦選手頑張っていただいて48歳の記録を塗り替えてください。はい、49歳目指せ優勝、石浦選手49歳目指せ。意外と響くこのサーキット声。そうなんですよね、すごい弱い、なんか山びこのように、はい、届いてないといいな声が。はい、というわけなのでそろそろちょっとこのビギナーズステージも、お時間が来てまいりましたので、まあ、間もなくもう決勝です。はい、2人ともちょっとねこの後の決勝どうなるかドキドキじゃん。ほんと毎回読めないからさ。そうですね、タイヤを操る2人もわからないでしょ。いやちょっと、いやいや、この2人がやってるわけじゃないです彼女たちが作ってるみたいなちょっとまあ読めないかなっていう展開が続いてますが、じゃあそんな第6戦ですね、もうあと2戦しかありません。じゃあ最後のまとめを、じゃあランちゃんはい、頑張れ。今はすごいお天気がすごい良くてちょっとポカポカしてきてますが、決勝前にちょっと暑いよ、ポカポカとか汗かいてるよ、ポカポカ。決勝前にちょっと雲が近づいてるみたいで、ちょっとまだレースがどうなるかわからないですが、ちょっとヒヤヒヤしますね。私も今ヒヤヒヤ、ランちゃんのトークに一番ヒヤヒヤ、レースよりも今多
分みんな一番ヒヤヒヤしてると思う、一緒に応援してください、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、オッケー、大丈夫、はい、大丈夫です。水分補給も忘れずに、熱中症あ大事、はい、大事ね、みんなにね、はい、ありがとうございます。体調の心配もありがとうございます。はい、ということで、ビギナーズトークこれにて終了になります。はい、レースクイーンの皆さんに、ご協力いただきました。それでは拍手でお送りください。横浜プロモーショナルのモデルズのお二人でした。ありがとうございます。それ最後の、ありがとうございましたですね。なんだろうと思ってなんかびっくりしちゃいました。なんか生えてきたのかと思ってどうしよう。私次のビーナーズトークショーまでに、はい、ランちゃんを克服、はい、克服、はい、克服ランちゃんの表彰だったんですか。違う、どうやってハンドルしようか、はい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 、どうやって操れるか。私はねランちゃん好きなんですよ。いじりたくなっちゃうんですけど、面白いんだけどなんかね、いつも逆になんか操作されて、はい、されるあ、なるほど、ランちゃんに操られちゃうんですよ。ソフトタイヤ、ミディアムタイヤのですよね、本当に。はい、はい、というわけで、今回も横浜プロモーションのマドレスのお二人にご協力いただきました。はい、この後は、この後は、昨日の予選でポールポジションを獲得した平川亮選手がですね、はい、こちらに来まして、うん、スーパーフォーミュラポールポジショントークをお届けしてまいります。さあ皆さん、ぜひ平川選手に決勝前の最後の応援を生で届けていただけたら嬉しいです。はい、この後すぐ、ポールポジショントライバートークショー開始となります。この後もぜひステージの方お楽しみください。最後までありがとうございました。ありがとうございました。